こんにちは、ゆうじです。今日は IKEA にやってきました。この間自分のアパートも、無事契約して入居できて、IKEA で家具を買っていくんですが、日本の IKEA とアメリカの IKEA 何が違うのかも見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。見た感じそんな日本と変わらんねん。まず家具見る前にちょっと腹ごしらえをしていきたいと思います。フードコートはこんな感じです。日本よりも机少なくって意外と狭いですね。メニューは日本のと同じかな。メニュー分からんか。いただきます。はい、ごちそうさまでした。じゃあ今からいろいろ回っていきたいと思います。この間接照明めっちゃいいな。これ家にあったらめっちゃおしゃれやな。ダイニングテーブルのコーナーに来ました。いいのを見ていきたいと思います。これいいな。この椅子も透明でかっこいい。$79。こんな感じです。今日はなんか高さを変えられる椅子があるとすごい便利だなって思うんだけど、これはどうかな。これ$39。でも背もたれがない。やっぱさっき見てたこれがいいかな。でも背もたれない。背もたれないけど高さ変えられる。やっぱこれいいな。高さ変えられるし、まあちょっと高いけど2個買ってこれ買って多分これ買うな。これ買うと思います。ここはキッチンコーナーかな。まだ自分で自炊するかわかんないんで、まあ最低限のものは買うようにして、生活していって後から本格的に買おうかな。このキッチン類は。次はここはワークスペースの家具ですね。家で仕事することはほぼないんで、 YouTube の動画編集とかそういうことぐらいなんで、ここはあんまり必要じゃないかな。でもこのいい感じの椅子とか楽だな、持ってたら。でもさっきのこのダイニングの椅子の代わりにこれもいいかもね。高さも変えれるし、これダイニングの椅子はちょっと変かな。これもいい感じやな。$59。さっきの見てた2つよりも安いし、高さもさっきより低いかな。低いなこりゃ。はい、マットレスを使います。
ちはいくら？いくらやったっけ？割引されてこの値段で、クイーンの大きさ買おうと思うからこっち349やろ。ちょっと硬いよ。割引されてるけど。でこっちは柔らかい。ちょうどいい。で、クイーンはいくらや？249。100ドル違う。100ドル違うからこっちにします。レゴある。イケアのレゴや。あ、そういうこと。あ、これで収納できるってことか。すごい。いいな。はい、2階見終わって1階に降りてきました。ここからいろいろ小物見ていきたいと思います。キッチンコーナーにやってきました。ここがまな板ですね。でかいな、結構木のまな板ばっかりやな。木のやつかっこいいからいいか。はい、まな板はこれを買います。あと包丁はこのシリーズを買いました。この包丁器が欲しいんだけど、なんか売ってないの。全部売り切れて残念。次29これが92やろ。あ、これか、あった。これが机の、はい、足の部分です。あとはあとベッドや。ベッド行こう。ベッド行こう。ほら、出るよ。ここや。このこれ003、これやん、クイーンサイズ。OK。 一応全部変えたんですけど、あと机とかを組み立てる用のドライバーを買うのを忘れてたので戻って探してます。あとあの昇降式の椅子、やっぱこれいいな、がもう売り切れちゃってて、でそれはオンラインで後で買おうと思います。買いました。今から戻って購入していきたいと思います。はい、ということで家に戻ってきました。実は IKEA に行ってから数日経ってるんですけど、大きい家具とか自分で持っていけなかったので郵送で送ってもらって、その家具が届いたので家のルームツアーも兼ねて一緒に見ていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ユーディはここに住んでおります。まずこれを買いましたね。服とかカバンとかかけたいんですけど、まだかける S 字フックとかは買ってないんでかけられてません。でここが暖炉ですね。でシルクグッズを置いてて、この電動キックボードで毎日職場に行ってます。だいたい20キロぐらい出るかな。結構危ないのでしっかり気をつけながら走ってます。次はキッチンかな。キッチンこんな感じでございます。これが食器洗い機、食器洗い機、冷蔵庫、電子レンジで、こんな感じです。これは全部
アパートの中についてきます。で、鏡があって、この中が洗濯機と乾燥機ですね。洗濯機、乾燥機。はい、これもアパートにもともとついてるやつです。で、これも IKEA で買った机なんですけど、椅子が結局オンラインでもなんか買えなくて、ちょっとまだ椅子が買えてない状況ですね。で、ここでいつも編集しています。じゃあ次に、寝室ですね。これも IKEA で買ったかな。クイーンサイズのベッドと枕と、あと布団。で、ここがクローゼットですね。結構大きいでしょ。ウォークインクローゼットで、はい。まだこんな感じで棚を買ってないんで、地べたに置きっぱなしですけど、こんな感じで広く使えてます。全部服入れてもまだこっちが余るぐらい、はい、な感じになってます。じゃあ最後に、お風呂場かな？お風呂場はこんな感じです。はい。アメリカはほぼほぼイントバスなんじゃないかなと思います。はい。こんな感じの部屋になってます。はい。ということで、IKEA で家具購入&ルームツアーどうでしたでしょうか？この動画がいいと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。